はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスター版第3週シフ編、今回はアクアマリン回収ですね。やっていきたいと思います。もちろんです。ディスニーストーンの一つ、水のアクアマリンには伝説がある。水のアクアマリンは風のオパールとともにバハル帝国の最高の宝だった。メルビルはその力で初代皇帝になったとも言う。その後アクアマリンはローザリアの子孫ローザ・ライマンの手に渡った。その経緯はよくわからんが、ローザは当時の皇帝のお気に入りだったらしい。アクアマリンはローザリア王国の宝として受け継がれた。伝説では偉大なるカール一世がローザリアに永遠の繁栄をもたらすためにクリスタルレイクに隠したということになっている。あの豪気なカール一世がそのような姑息なことをするはずがない。実際はカール一世の死を聞いた大臣の一人が密かにクリスタルレイクに隠したのだ。彼は隠し場所を己の中に秘したまま没した。それゆえアクアマリンがクリスタルレイクのどこにあるのか誰にもわからないのだ。そのアクアマリンを探してほしい。偉大なカール一世の伝説のおかげでアクアマリンを探す者はローザリアを滅ぼす者として捕らえられる。私が許可したと知れれば多くの者が我先にとアクアマリンを奪おうとするだろう。それゆえ密かに探索してほしい。もし捕らえられても私は無関係な顔をしなければならない。だがローザリアの今後のためにアクアマリンを手元に置いておく必要があるのだ。頼んだぞ。この話さ、さっきいたこの周りにいるなんだね、親衛隊かね、普通に聞いてて大丈夫なのかな。まあそんなわけでクリスタルレイクへ行きましょう。でクリスタルレイクはこのポチャーンってなってるところがその洞窟としてあって、何もない、ちょっとずれてるかな、何もない。どこだ、もしどこか。洞窟の入り口が見える。例によって見えん、魚が邪魔で。さあアイスソードの力をお見せしつつ雑魚を排除していきますか。サイコブラスト天狗走りで500、なんかな、思ったより効果力が出ないんだよな。アイスソード、通販版のアイスソードはマジで強いからね、攻撃力が段違いだから。というわけでアクアマリンの洞窟進んでいきます。というわけで奥まで来ました。倒せっかな今の実力で。スイングダウン1使うのか LP。 そうだよね、 LP を使うからね、アイスソードは。そう考えるとやっぱり LP 系の武器きついよな、ここぞという時に。だって2とか消耗したらLP ゴリゴリ削られちゃうからね。まあ、とりあえず天狗バチで一回やっとくか。で、サイコブラスト。第一の剣は、ちょっと初期 BP がまだそんなに多くないから、電光石火とか打てないからね。じゃあ、ホークブレードにしとく。で、こっちはもう減っていいから、強心剣。火力重視でいこう。で、ホークブレードしかないか、フランシスカは。500、将来これどう当たるんだっけ。アルベルト、あ、単品か。まあまあまあ、ミス。いいね、強心剣やっぱり強い。さて、もう BP がないっす。切り返しで一回我慢するか。あ、アルベルト回復がない。自分で回復しよう。宗教、自分でなら回復できる。カットインで強振、フォークブレード。
まあまあまあゼロにしてはまあまあだ。なぎ払うが前列か。スタンありか。死んだ。周期法を使う前に死んだわ。あー結構ピンチだな。実は傷薬は持ってんだよね。究極か。でグレイ強振やっぱ3しか使わないのがいいよね。その BP あんまり使わないけど EP 使うやつって、まあ、ボス戦に関しては割と役立つ、まあ、LP 系のものじゃなければね。究極800か。めちゃくちゃ回復すんな。触手死んだ。生かすはグレーだ。1000超えるし、まあ使っちゃおうか。アルベルト蘇らせとこう。でこっちが使えるのか。あ一応癒しとか持ってるは持ってるんだな。でまあ相変わらずの強振でいこう。よみがえれ攻撃。いくつ食らったんだか分からない。回復薬が落ちるな。シフはシフで一応癒しの道使えるんだ。一回使っとく。蘇らせるだけ蘇らせておこう。なんでアルベルト持ってないんだ。俺が悪いんだけどさ、覚えさせてないから。今日もうめっちゃ曇ってちゃう。アルベルト減ってっちゃう自分しかも。今度こそ周期法。蘇らせるか。じゃあホークをちょっと回復回になってたな。回復だけしてても攻めないと勝てないからね。これで一旦ちょっと持ち直し。お墓107とかめちゃくちゃ少ねえな回復量が。シフトがそうだ、あのアイスソード装備してるから知力めちゃくちゃ下がってるからね。アルベルトマジサイコブラストしかやることがないな。あそうか、大地の剣じゃなくてエスパードロペラ手に入れたからエスパードロペラ使えばよかったんだ。もったいないことしたな。とはいえやることがない。衝突剣だな。で攻めよう。強振一人連携。これは一人落ちたか。触手触手脈で落ちんのかよ。やめてくれ。めっちゃピッタンピッタンされてる。412。あ倒した。何も覚えなかったな技を。よしこれでアクアマリンはゲットです。初だな。何気に初だからねアクアマリン。アクアマリンの守護者。ではちゃんとアクアマリンは殿下にお返ししましょう。アクアマリンを見つけ出してくれたのか。これがディスティニーストーンか。感謝するぞ。褒美を取らせよう。と言っても別に欲しいもんないからな。本当に何もいらないんだけど。金でいいや。8000円。なんか微妙だな。下がってよいぞ。でさらに俺言って頼みがあるのだが聞いてもらえるだろうか。何なりと。クリスタルパレスの生活は息が詰まる。私を冒険に連れ出してほしいのだ。だって俺たちは連れ出していくんだよ。勝手に出ればいいじゃねえか。喜んで。よろしく頼むぞ。ナイトハルト仲間にしていきましょう今回は。あこれ入れる。ここは立ち入り禁止です。ひどい。殿下がいなくなったからナイトハルト強えな普通に。ちょっとスキルを見ていこう。あ、カヤキスのやりたいと思ってる。ローザリア、軽装兵なんだ。小型ダヤリ、弓か。あ、じゃあ、弓も使わせられんのか。じゃあ、弓要員だな。だいたい弓要員はあれになるからね。ウコムの矛と、藤娘。ただ、技術か。だったら、クジャラート兵の方がいいよね。水が使えるから、スキルとして。まあ、似たような感じではあるね。まあ弓、
ダイアリ系を使うナイトハルト。ってことはフォーメーション的には後ろに下げるか、みんな前列、全員前列だからな。カヤキスの槍がちょっと攻撃効果下がるけど速度効果は上がるんで、まあいいでしょう。じゃあちょっとナイトハルトは、あと何飛びしてた、カヤキスの槍がどんくらい28か、まあ悪くはない、悪くはないけど30ないのか。ローザリアサーベルを初期から持ってるけどいらん、ほとんど適正ないだろ。でアーマーがカヤキスの鎧が、あーでもまあまあ強いじゃん。30、30の炎、霊気、雷プラスがついてるのはめちゃくちゃ強い。しかもめちゃくちゃプラスじゃん、30ずつプラスされてんの、すごいな。でドミナント、レッグメール、あ物は全然いいの装備してんな。じゃあお前が欲してやまない、あ持ってないんだ、そうだ、アクアマリンはこいつに献上したからねえんだ、アクアマリン装備させてあげようとかと思ったけど、じゃあムーンストーン装備させてあげよう。めちゃくちゃ防御力下がるけどしょうがない。アメジストも装備させてあげよう。でプロテクトリング、あジュエルリングがあれか、炎、霊気、雷、エネルギーに強いのか。あじゃあこれはこれでいいや。ホーク、プロテクトリングだ、何も装備してねえじゃねえかよ。という感じで、じゃあナイトハルト今回使っていきます。ではちょっとネルヴィルのエロール神殿に来ました。どうやってムーンストーンを手に入れたの。まず二つの月の神殿に関する古文書を手に入れ、帝国図書館で解読方法を探し、アムトの神殿でアムトのシンボルを手に入れ、迷いの森でエリスのシンボルを手に入れ、ワロン島のジャングルで二つの月の神殿を探し、神殿の中でムーンストーンを発見し、ディステニーストーンの守護者と戦って手に入れたんだよ。あなたは神々に愛されているのね。イナーシーに魔の島と呼ばれる島があります。そこに住む邪悪な魔道士がディスティニーストーンの一つを持っているという噂です。あなたにエロールの加護のあらんことを。というわけで、魔の島のイベント進めていきます。でやってきたのはヨービル、このおっちゃんに死ぬ前にもう一度魔の島へ頼む、魔の島へ連れて行ってくれ。で魔の島へ行きましょう、自分も行きたいと思っていた。魔の島か、行ってみるか。おお魔の島、こんな感じだったっけ。行きましょう。どれ、ちょっと待ってね、罠のかよし、エンカウンター、鍵開け、持ってきてるか、あ持ってきてる、危ねえ。2000円か、金か、これちょっと待って、3倍にしてちょっと来るの待とう。やべえ、落ちんのか、ちょっと待ってね、これもうちょっと十字キーでやった方がいいな、スティックじゃなくて。多分歩く速度の方が速いよね、ちょっとずつ登っていかないといけなくて。おお、ちょっと画面が切り替わるところがわからない。あれこれジャンプか、ジャンプ持ってる、持ってんじゃん。で罠もある、エンカウンター、ここ基本的に敵が出ない代わりにこういうエンカウンターがあるのかな。よし、精霊石の追加、まあ、術使いにはね杖も結構いいんだよね。てかさ思ったんだけど、開け、あ開けたか。アルベルト前線に出しておく必要なくない。で明治スタッフの効果があるからか、防御効果が
も明治スタッフってさ、一番後ろに持ってっても一応1はあるんだよね、攻撃効果だったら。防御効果の高い一番後ろに置いとこう。これで OK。 電光石火使えば普通に一番後ろでも結構ダメージ入るし、それが分かった。さあちょっと走っていくとどうなる。これ2倍速とかだと絶対これ荒ぶるでしょ、急いで行こうとすると。であっちジャンプで行けそうだけど何もないからね。ちょっと3倍速にしてみる。うわあ一瞬で一瞬で落ちたやっぱ1倍速だな。しかもここ斜めになっててさ、なんかすげえやりづらそうなんだけど。いや、やりづれえわ。視点がなかなかね。でこうでしょ、でここに行って宝箱なった、電撃みたいな。鍵開けと罠か。まずはちょっと罠だな。で鍵も開けなきゃいけなくて2000円か、金だな。これ2周目以降は金があんまり必要ないからね。ここ鍵だけか。あ、そうだ、鍵がかかってるから開けて2000円か。あ、魔の島手に入れた。これ何いって、当たっちゃダメってやつ。全部やればいいのかな。なんか結構簡単だな。 OK で進んでいきますもう落とされたの、どういうこと。え、これ何これ、あれ別にこれか、進んでるか。魔の島3階2階なんかね、これ3回やればいいみたい。ああ弾が降ってきた。ちょっとずつ難易度が上がっていくのか。で到着と。ん、なんだお前は、どうやってここまで来た。50年前あんたが捕まえた船を覚えてるかい。ただ一人の生き残りがここへ連れてきてくれたんだよ。ほう、そういうことか。あの時船員たちがこの島へたどり着けるように嵐を解除する魔法をかけてやったのだ。50年経ってもまだ有効だったとは、わしの魔力も大したものだな。そこの年寄りがあの時逃げた男か。まだ生きておったとは結構結構だが、お前の仲間も生きておるぞ。そこにな。私だけが年を取ったのか。その通りだ。わしは長い間クローク氏の術を研究してきた。50年前ついにその術が完成した。実験台としてあの船の連中を島に呼び寄せ、術の試し撃ちをさせてもらった。それ以来そいつらは老いも死にもせず生き続けておる。心地よく眠ったままな。なんという失敗だ。ある意味成功してるだけに余計に腹立たしい。この人たちを目覚めさせる方法はないのかい。あるぞ。殺せばよいのだ。死の瞬間、その一瞬だけ目を覚ますぞ。それでも人間か。ディスティニーストーンについて何か知ってるか。お前はディスティニーストーンが欲しいのか。
サルーインの手下のようには見えぬな。ではお前がサルーインと戦うのか。だが渡さんぞ。魔のエメラルドはわしの研究には欠かせぬものだ。エロールの手下にもサルーインの手下にも私はせん。魔のエメラルド、奪う力がお前にあるかな。いいだろう、力ずくで奪ってみせる。なんかモンスターがいいんだけど。なんかこれ、肉の壁？肉の壁から倒していく。サイコブラストで一掃するか。電光石火使うともうマジで BP なくなるかな、一瞬で。エスパータロペラだから、正直強心剣でもいいんだよな。あれ？なんか、ウェイクビーも普通狙えるな。ちょっとブレードロール打っておくか。で、そう、よくよく考えたらさ、ダヤリってさ、戦闘が攻撃力一番高いんだよね。戦闘って一番前ね。2番目に攻撃力が高いんだったら、焦燥だった。ローザリア、軽装兵よりは、これ絶対クジャラト兵の方が、使い勝手はいいと思う。まあ、弓を使わせていきましょう。イージスの盾なんて張ってくんの？ブレードロール通るか？まあ、通るな、普通に。うわぁ、さすがイージスの盾。こっからダメージを与えていくか。藤娘がちょっと、なんもない。600か。何？癒しの水いくつ回復する？まあ300くらい。全然余裕だな。あと肉の壁がどう復活してくるかだね。どうせ復活してくるでしょ。ほら。そういうことね。アイスソード。スイングダウン。まあ命削るか。戦闘自体はこれで終わるはずだから。命を削っても問題はない。むしろ命を削って速攻で決める。ちょっと待って待って待って。ショックウェーブ使ってくるのかよ。全体攻撃はそれなりに厄介だな。データラメや。よし、ここが勝負の際だな。ちょっとショックウェーブからって結構減ってるけど、全力でいく。いや、なんか当たんねえ。癒しの水はもう速攻でダメージ取れるから。ああ、取れん。うぜえ、イジスの盾。いや、強いぞ、イジスの盾。いや、ターンごとにちょっと復活するのは少し鬱陶しいな。演武剣使う？ちょっと全体攻撃をメインに取っていくか。じゃあ結果落とされてるし、やばい。ショックウェーブ100食らうからね。 Z ソード、そんなん出るんだ。知らなかった。いや、なんだってなんだ。肉の壁さすがだな。肉壁すぎる。全然当たんないんだけど。ちょっと、マジやばいよね。そろそろムーンライトヒールの方にしとこう。で、ちょっと待って待って、マジでやばいぞこれ。2人は攻撃しとかないとな。ナイトハルトが全然減ってねえな。演武剣で落とす。また来た、植物。これまずい。やばい、強いぞ。ショックウェーブが厄介だな。あれ、この肉の壁も結構強えな。いや、回復量が全然少ないからな。ムーンライトヒル使えねえな。ブレードロールも使えねえ。蘇らせてもさ、ショックウェーブ来たら終わるよね。く
フラッグ持ってくんのかよ。これはちょっと時期早々だったバーバリアンコンボ。やられた、肉の壁に落とされた。フランシスカの車輪撃か、ありだな。で、チョコークを回復させてブレードロール打っとこう。力や。クソ、壁を回復させてるな。しかし終わりだ、壁うぜえやばい、イージスの盾がうざすぎる。まあまあまあ、アルベルトの回復量、じゃあそうするとサイコブラストはかなり役立つからな。とはいえアルベルト宗教自分で隠しよう。かかと切り、バーバラ夢やらせるか。シャリン倒した意外率がヒットポイントは少なかったね。ヒットポイントは少なかったけど、全体攻撃持ってるとやっぱりきつい。魔のエメラルド、しばしお前に預けておくわ。エメラルドゲット、エメラルドの守護者。よし、じゃあこれで帰って大丈夫でしょう。二度と戻ってくることはできません。帰ろう。どうだ、満足したか。これで思い残すこともない。というわけで思い残すことはないみたいなので、今回はここで終了したいと思います。全然前後編じゃ終わんねえわ、シフ編、まあ、多分 3,4 回くらいは続きそう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。